ロナルドル・フロアは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。いとこのトッド・スティーバーソンもメジャーリーガーである。少年時代より、酒、タバコ、飛行、犯罪行為を繰り返し、1970年1月には、銃を携えての強盗行為で5年から15年の実刑判決を受け、ミシガン州立刑務所に収監された。 その後は服役中、刑務所の中でレクリエーションとして行う野球で、ルフロアが抜群の才能を示し、所内で話題になった。そこに目をつけたのが、地元のデトロイトタイガースで、1973年6月に1日限りの特別外出許可を得て当時タイガース監督のビリー・マーティン立ち会いの下、タイガース・タジアムでトライアウトを受けた。そのまま契約を結び、 翌1974年にはメジャーデビューを果たした。この年は59試合で23盗塁と快速を披露した。1976年には58盗塁に加え打撃でも打率316を記録した。翌1977年には自己最高の打率325 21、212安打16本塁打を放った。 1978年も198安打に、いずれもリーグ1位となる68盗塁と126得点を記録するなど活躍した。さらにモントリオールエクスポーズへ移籍した1980年にも97盗塁を記録し、2度目のタイトルを獲得している。シカゴホワイトソックスでプレーの1982年を最後に引退した。 その型破りな人生は彼の伝記をもとにした映画であるワイン、エーミリオンに取り上げられた。ありがとうございます。